皆さんこんばんは。今日はありがとうございます、最高の老後、書籍最高の老後の発売記念イベントに集まっていただいてありがとうございます、私は今日の司会を務めます講談社の臼井隼人と申します。今日はニューヨークからですね、普段はニューヨークの病院で勤務している山田裕二先生に来ていただいて、死ぬまで元気を実現するための5つの絶対的指針に関してお話をしてもらおうというふうに思っています。では早速ですけれども、山田裕二先生をお呼びしたいと思います。その前にですね、今日ですね、事前の質問をたくさんいただいています。ちょっと驚くぐらいいただいていて、なるべくこれ答えていきたいと思います。それからチャットがありまして、視聴しながらですね、チャットの方に質問を書いていただけましたらなるべく読み上げたいと思いますし、もし数が多すぎたらですね、追って、音声ポッドキャストとかですね、ボイシーの方で医者のいらないラジオというのを山田裕二先生と私の方でやってますので、そちらで質問に関しては全部回答していきたいと思いますので、ぜひチャットの方も覗いてみてください。それでは本日メインスピーカーをしていただきます、山田裕二先生をお呼びしたいと思います。山田裕二先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。ですね、つい本当に3日前ぐらいですかねに日本に帰国しまして、これから2ヶ月ほどこちらで日本でですね、ビザの切り替えなんかもしながら、この書籍のに関連したような活動もしていきたいなと思っています。私は普段はニューヨークのマウンサイナー医科大学病院というところで老年医学科という診療科で勤務をしています、山田裕二と申します。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。実は山田裕二先生とはミモレというウェブメディアで連載していただいたり、あと医者のいらないラジオというポッドキャストボイシーで私もご一緒してるんで、毎週のようにその収録をしてるんで久しぶりな感じがしないんですけど、でも実際に会ったのは2年数ヶ月ぶりですよね。そうですね、本当にそうですね。昨日七夕に久しぶりの再会を果たしたという感じですよね。もう織姫と彦星状態ですね。どっちが織姫かよく分からないですけどはい、久しぶりに会えて嬉しかったです。で、改めて山田裕二先生の略歴を簡単に、略歴というかな、お仕事を簡単にご紹介しますと、米国老年医学内科の専門医をされています。慶應義塾大学医学部を卒業後、日本全国各地の病院の総合診療科で勤務され、2015年からですね、ニューヨークマウントサイナイ医科大学の内科で、老年医学緩和医療科で高齢者診療に従事していらっしゃるということですね。日本ではコロナの専門病棟なんかにもいらっしゃった時期がありましたよね。そうですね、日本でもそうですし、ニューヨークでもそうでしたね。今日本ではちょっとまたコロナの再感染というんですかね、感染拡大が話題になってますけど、はい、こちらどうですか？そうですね、ニューヨークもですね、本当に1ヶ月2ヶ月ちょっと前に同じように少し感染流行を迎えまして、感染者が増えるっていうような時期もあったんですけども、実際にはその過去で経験したように、病院にもどんどん入院患者さんが増えるっていうようなことは起こらずに、今少し落ち着いている状況ですね。なんかもう新しい型も新しくなってるなんて聞きましたね。そうですね、オミクロンの中でも BA1、BA2 から今 BA5 なんていうようなものが日本で流行していまして、もうちょっと数字も多くて覚えきれないと思うんですけども、今そんな状況ですよね。ありがとうございます。昨日ね、コロナのお話でフジテレビのニュースアルファにもゲスト出演解説をされてましたけれども、またそんなお話も別の機会に伺えればと思っていまして、今日は何といっても最高の老後、この本を出されたばっかりということなので、本のお話と老化とか老後についてのお話を伺っていきたいなというふうに思っています。昨日もあれですよね、日本に来られて講演が多くて、昨日もニュースピックスの講演とか、あと今日の昼間もツイッタースペースでお話なんかされてましたよね。そうですね、はい、いろんなところで早速お話をさせていただいてますけども、この臼井さんほどこの本を読み込まれて、もう6月24日の発売とは思えないこのカバーのボロボロさ、こんな方へ出会ったのは臼井さんが初めてですね。いや、ちょっと画像で見えるか分かんないですけどね、結構付箋を貼って自分でも読み込んでいます。でもそんな
本のですね魅力を今日は伝えられればと思いますし、もし本を読んでなくてもですね、今日は分かりやすく伝えることができればなと思っています。はい、じゃあ山田先生に早速なんですけれども、少しずつ聞いていきたいと思いますが、まず日本に帰ってきて、こうアメリカで普段病院の先生をやってるのと日本に帰って、まだちょっとこう違いみたいなことって感じますか？久しぶりですし。そうですね、久しぶりに帰国したんですけども、まず第一印象はとにかく蒸すなというかですね、湿度が高いなと思いましたね。本当になんかこう中華の天津になった気持ちというかですね、なんかこうすごく蒸し暑いなっていう気がしましたね。でもなんかこれが日本の夏だったなというなんか懐かしい気持ちにもなりましたね。いや、その暑いっていうことがまたこう特に高齢の方なんかには結構厳しい夏なのかもしれませんね。そうですね、熱中症の話題もかなり大きいと思うんですけども、その暑いだけじゃなくて蒸すとですね、その汗をかいてもそれが蒸発していかないので、熱の放散がうまくいかなくなって熱中症のリスクが高くなるなんていうような事情もありますので、確かにこれは熱中症という意味では大変な気候だなと感じましたね。そうですね、今日はですね、山田先生から3つ大きく話を伺いたいなと思っていまして、第1項としてはですね、病気のない高齢者の共通点ということです。で、第2項として老化で実際に私たちの体に何が起きるかということを話してもらおうと思います。で、最後に3つ目としてですね、老後に不可欠な5つの M という、本の中でも書かれていることをですね説明していただこうと思います。で、それからですね、なんとこう先ほどもちょっと申し上げましたけど、事前に質問が100件以上来てます。すごいことですね。いや、すごいことです、はい、で、今日チャットの方でも質問を募集しますが、もちろん全部回答することはできませんので、ただ途中でですねいただいたチャットの質問はこれすべて山田先生にも目を通していただいて、ポッドキャストとボイシーで配信している医者のいらないラジオの方で回答を全部やっていきたいと思いますので、どしどし質問書かれてください。で、事前にいただいた質問に関してもポッドキャストの方で回答していきたいと思います。ということでよろしいですよね。はい、はい、じゃあ最初にですね、第1項に行く前にいただいた質問の中から 2、3 質問をして始めたいと思うんですけれども、まず1つ目からちょっといきますね。はい、若いうちはよろしいですか。はい、若いうちは3食きっちり取れなんて言われてきたんですけれども、ある程度の高齢者になると3食しっかり食べると栄養過多にならないかと、カロリーオーバーになったりしないかと、本当にそれって体にいいんですかという質問なんですけど、これはいかがでしょうか。ありがとうございます。とてもいい質問ですよね。おそらくその年を重ねるとですね、だんだんその活動量が減って必要なカロリーが減るので栄養過多になるんじゃないかというご心配だと思うんですけれども、実際にはですね、現状を見ると特に日本国内では栄養過多よりも栄養が足りないという事情を持たれる方の方が多いという傾向がありますね。で、実際に高齢な方たちを見ていくとですね、例えば働く世代30代40代の方っていうのはよく BMI22 がマジックナンバーだみたいなこと言われますけど、そんなこと聞かれたことありませんか。ありますね。 BMI21 でしたっけ。22ですね。22、これ体重と身長のバランスで出される数字なんですけども、これが22ぐらいがちょうどいいですっていうお話をよくされるんですね。まあちょうどいい的確な体格だと言われるんですけど、高齢者で見ると実は BMI23 を超えている方の方が健康リスクが低かったり寿命が長かったりするなんていうようなデータもあって、実はちょっとぽっちゃりでもですね、逆に健康にとってはプラスに働くかもしれないなんていうようなデータもあるんですね。で、こんな感じでですね、高齢になってくるとまたちょっと事情が変わってきて、意外と栄養過多よりも少ない方が問題になりやすいので、ほとんどのケースでは問題にならないんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどなるほど。よほど食べ過ぎたりしなければ、3食しっかりとったらいいんじゃないのということですかね。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。質問の2つ目にちょっといきますね。はい、はい、もう1つはですね、年をとって睡眠時間が短くなるんですけど、それって仕方のないことですかと。どうでしょう、睡眠時間短くなっていいんですか。そうですね、確かに傾向として睡眠時間が短くなる方がいらっしゃったり、あとは睡眠の質が悪くなるとおっしゃる方もいますね。で、どちらもいらっしゃいます。で、もちろんですね、その眠れない時に無理して寝るという必要は
ないのかなと思いますね。例えば日中の活動度が減ってきたり、日中にこう昼寝なんかをされていると夜の睡眠が減ってくるというのは自然な反応として起こることもありますので、まあ、それをこう無理して寝るという必要はないと思うんですけども、ただ一緒くたに睡眠が減ってきたのを年のせいだと考えるのは間違いで、その眠れないことには何か原因があるかもしれないんですね。でそこには例えば実際にはいびきをかいていて、睡眠時無呼吸症候群といって寝ている間に睡眠が呼吸が止まってしまうなんていうような事情でうまく眠れてないなんていうようなことがあったりだとか、実は頻尿があってトイレに起きなきゃいけなくて眠れてないだとかですね、そういう事情がある場合にはその根本にある原因を直せばですね、睡眠の質が良くなったり睡眠の時間が長くなったりするので、まず一緒くたにしないでなんで寝れないのかなっていうところを立ち止まって少し見ていただくっていう必要がありますし、そのサポートにおいては医療機関も手助けできると思いますので、適宜医療機関にご相談いただくっていうのも大事かなと思いますね。なるほど、分かりました、ありがとうございます。よし、質問3つ目も言ってしまいますね。さまざまなところでアンチエイジングという言葉が語られますが、アンチエイジングにもいろいろあると思います。本物を見分ける目線について教えてください。そうですね、私はちょっとこの言葉自体も抵抗があるんですけども、まあ、エイジングって年を重ねるってことですよね。年を重ねない人っていないんですよね。で、年を重ねない方法ってないんですよね。なのでそもそもアンチエイジングっていうもの自体が存在するのかっていう話なんですけども、おそらくまあ老化を遅くするっていうようなイメージでこの言葉を使われていると思うんですけども、ですね、残念ながらそのアンチエイジングを歌っているサプリメントだとか特定の何かこう体操法だとか呼吸法だとかいろんなものがあると思うんですけども、ほとんどは残念ながら十分な科学的な根拠がないものですので、残念ながら多くは本物じゃないかもしれないというところでちょっと引き算してみなきゃいけないところが多いこう言葉回りかもしれないですね。いや、そうですよね。最高の老後を刊行した後、まあ、書店なんかで改めてこのコーナーを見ると、なんとかだけすれば OK、 老化しないみたいに言い切ってる本ありますよね。そうですね、やっぱりシンプルで分かりやすい方がいいなと思うんですけれども、でも現実にやっぱりシンプルじゃないんですよね。そう簡単にはいかないですよね。そうなんですよね、まあ、でもじゃあそんなところでもどうしたらいいんだってことが気になるところだと思いますんで、いよいよ第1項の方に移っていきたいというふうに思います。最初はですね、山田裕二先生、たくさんの高齢者の方見てると思いますんで、元気な高齢者、病気のない高齢者の共通点をちょっと教えていただければと思います。そうですね、これに関しては本当にいくつか研究がありまして、例えば80歳とか90歳になられても病気を持たない、そして体も元気だっていうような方たちにどんな共通項があるのかなっていうのを調べた研究というのがいくつかあります。この書籍でも実際にご紹介してるんですけれども、例えば一つはですね、こう血管危険因子とよく言われるんですけども、まあ、いわゆる生活習慣病ですね、高血圧とか糖尿病とかコレステロールの問題とか、こういった問題がない方、あるいはこういった問題があっても適切に治療されている方というのはその後の老化が進みにくいなんていうような関連が知られているので、例えばその血圧を定期的に見てもらうとか、血圧がの問題があればしっかり治療するっていうことが、例えば血圧が高いだけだと体調って意外と何も感じなかったり悪くないなと思うので、なんでこの数字が高いだけで治療しなきゃいけないのかと思われると思うんですけども、実際にはそれが10年後とか20年後の自分を助けているっていうことにつながっていて、その若いうちのですね、そういった病気の治療とか予防っていうのが実際には大事になってくるなんていうようなことが、まあ、過去の研究から言われていることですかね。画面の方には今ですね、なんか気になる年齢の数字が出てますけれども、はい、この80歳対71歳、女性は86歳対74歳ってのは何でしょうか。はい、これ何だと思いますか。これは気になりますよね。と言っても、まあ、宇瀬さんはこの本10紙読まれてるのでもうご存知だと思うんですけども、答えを私がちょっと言うわけいかないなと思いました。そうですよね、はいはい、じゃあちょっとだけお話しさせていただくと、この上側の数字が、まあ、大体の日本人の、まあ、平均寿命と呼ばれる数字ですね。一方で下側の数字、それからマイナス10ぐらいした数字が書かれているかと思うんですけども、この数字が健康寿命と呼ばれるもので、まあ、実際にこう自立した生活を送ったり、その健康に生きている期間が大体このぐらいですっていうような数字になっています。健康寿命といわゆる寿命の
差というかそれぞれが出てるってことですね。そうですね、はい、結構幅がありますよね。そうですね、意外と幅があるというところが、まあ、これで見て取れるかと思うんですけども、まあ、多くの方がですねやっぱりここを短くしたいと思うんじゃないかなと思いますので、まあ、それの手助けをするために実際に何ができるかっていうことを、まあ、今日もお話ししていければいいなと思ってますけどね。いやそうですよね、だってこれ10年から11年か12年空いてるってことはですよ、健康じゃない状態で生きる期間が、まあ、10年以上普通はあるって理解でいいんですか。そうですね、平均的にはそのぐらいあるということですね。結構長いですよね。そうなんですよね、はい、だって人生80年だとしたら8分の1は元気じゃないと。そうですね、はい、そうかな。ね、子どもの頃も考えると意外とこう自立して自分の手足とか頭でこう動き回れる時間って短いってことなんですかね。そうですね、想像しているよりも限られているというふうに思われるかなと思うんですけども、うん、まあ、実際こうよくですね人生100年時代なんて言われてですね、まあ、100年生きる時間があるから何か考えようって言われるんですけど、実際にやっぱり健康で生きられる期間って限られていたりするんですよね。でもこの時間の幅を短くするためには、先ほどおっしゃってたみたいに、まあ、慢性的な疾患をこう治療を早めにしておくとか、そういうことが大事なんですか。そうですね、本当にここが結構自分次第なところがあってですね、その普段の自分の習慣、まあ、生活習慣ですねが、まあ、大きく関与しているところですよね。うん、生活習慣大きいというわけですね。そうですね、わかりました。続いてですね、2つ目のところは老化でじゃあ何が起きるのかという話なんですけれども、第2項ですね。老化という言葉は割と一般的な言葉ですけど、はい、具体的にじゃあ私の体に何が起きるかってイメージしにくいと思うんですけど、はい、どんなことが起きるんですか。そうですね、分かりやすいところで言えば、例えば皮膚ですよね。皮膚にこうシワが増えてくるなんていうようなところが、もう皆さんがイメージされる老化だと思うんですけども、これも一つ老化 の、まあ、あの反応というか現象の一つですよね。これ実際に皮膚にこうシワができないのは、皮膚の下にそれを支えるようなこう脂肪があるからなんですけども、この脂肪が年とともに減ってきてしまってシワができやすくなるなんていうような変化が起こるですとか、あるいは筋肉の量がですね減ってくるとか、筋肉の質が変わってくるなんていうようなこともあって、実際にはこう瞬発力を出すような筋肉が少しずつ減っていって、どちらかというと持久力に使うような筋肉の割合が増えてくるなんていうようなことも知られていますけれども、そんな変化がこう体ではちょっとずつ起こり続けていて、実は皮膚とか筋肉っては分かりやすいので皆さんイメージしやすいと思うんですけど、そういった変化が心臓だとか肺だとか肝臓、さまざまな臓器に速度はバラバラなんですけど少しずつ起こっているという状況なんですよね。あ、シワって脂肪と関係性が深いんですか。そうですね、脂肪とも関係が深いですね。なるほどな。なんか単純な頭だとじゃあ脂肪いっぱい取ろうかなとか思っちゃいますね。そうですね、脂肪を取れば皮下脂肪が増えるというわけでは必ずしもないんですよね。まあ、そんな単純なことじゃないんでしょうね。なんかあと画面にですね、今フレイルって気になる言葉が出てますけど、これは何ですか。はい、そうですね、まあ、このフレイルという言葉も耳なじみがない言葉かもしれないんですけども、これ実際形容詞で英語で名詞はフレイル T という言葉なので、フレイル T が正しいんですけど、日本ではフレイルっていう言葉が代わりに使われていますね。まあ、どんなお話かと言いますと、このちょっと絵小さくて見にくいかもしれないんですけど、こう崖がありますよね。でその崖の間のこう幅みたいのが見えますかね。でその崖のてっぺんに登るとまずいことが起こるっていうことを表現してるんですけど、こう年を重ねていくとですね、このたわみというか余分な幅がですね、こうだんだん狭まっていくっていうのを表現していて、何を言ってるかというと、体とか心のストレスがかかった時に、若いうちは比較的大きなストレスがかかっても耐えられたんですよね、このたわみがあって。ところが年とともにこのたわみが少なくなるので、若い子だったら全然平気だったストレスでもですね、こんなちょっとのストレスで崖の上まで達して最終的に落ちてしまうっていうようなところが描かれているんですけども、本当にこのぐらいのことで突然
本人の例えば健康状態が一気に変わってしまったとか、場合によってはこんなことで命を落としてしまったなんていうようなことが起こりえますよっていうことを表した図で、そんなそのたわみが少なくなっていくような様をですね、フレイルという言葉を使って表現してるんですね。たわみが少なくなる、はい、そうかそうか、脆弱性が増加してしまう状態なんですね。そうですね、こうストレスに耐えうるその 対応能というか、それが下がってしまった状態ですね。やっぱりこういう話を聞くと、じゃあフレイル避けるにはどうしたらいいのとなりますよね。そうですね、これがその老化防止の方法とよくつながってるんですよね。でもまあこういうことが起きるってことを事前に知っておくっていうのはちょっと違うのかもしれませんね。そうですね、こういった変化が年とともに少しずつ起こっているということを、まあ、自分のこともそうですし、例えば親御さんのことだとか、そういったところでもこういった理解をしておくっていうのは大事ですよね。こんなことでまさかこんな風になるなんて思わなかったっていうことがあるかもしれないんですけど、実際には年とともにそういったことが起こりやすくなるんだよっていうことを、まあ、しっかり理解しておくのは大事ですよね。でもあれですか、やっぱり老化ってたくさんのこう高齢の方を見てると、ある程度のパターンがあるわけですか。はい、こういうことが続いて次はこうなるみたいなのが分かるもんですか。はい、ある程度は分かりますね。それぞれの持病に応じてこんなことが起こりやすいとか、例えばこの持病のこのぐらいの重症度だと、例えば本当に悲しい話をすれば重い病気だと、この病気のこのぐらいだとあと何年ぐらい生きられますよみたいなことはある程度は想像できますよね。個人差も結構大きいんですか。ただ個人差ももちろん大きいですし、治療との相性だとか、まあ、そういったところにも大きく影響を受けますよね。ね、そうすると、まあ、治療との相性、先生との相性とかもありそうですね。そうですね、そのコミュニケーションというところで言えばすごく大切ですよね。なんか老化っていうとどうしてもこうできないことが増えていくみたいな、マイナスのイメージが多いと思うんですけど、こうプラスの側面、ポジティブな側面っていうのもあるんですか。ポジティブな側面はその過小評価されているかなと思うんですけども、その加齢のポジティブな側面って非常に多いですね。この本でもいくつもご紹介して、まあ、紹介しきれなかったんですけども、例えば分かりやすいところで言えば、風邪をひく回数なんかですね。ちっちゃい頃っていうのは風邪をひく回数非常に多いんですけども、実はお年とともに風邪をひく回数って少なくなることが知られていて、その分元気で生きられる時間が増えるわけですね。あるいは偏頭痛のグラフなんかもこの書籍に載せましたけども、若いうち20代30代のうちに偏頭痛で悩まれている女性って比較的多いかなと思うんですけども、この偏頭痛が減っていったりなくなったり、あるいはあってもその重さが下がっていくなんていうようなことも知られていて、それも加齢のポジティブな側面ですよね。私も全然最近風邪ひかないんですよね。なるほど。なんか逆になんか大きな病気があるんで、ちょっと不安になってくるんですけど。でもまあポジティブな面として風邪ひかないとか、いわゆる免疫が強くなるみたいなことがあるってことなんですかね。そうですね、はい、なるほど。そういうことをね、ポジティブな面を知っておくと必ずしも年を取るのが悪くないなんて思えてきますよね。そうですよね、はい、じゃあ続いてですね、じゃあ第3項に早速いきたいなと思うんですけど、健康な老後に不可欠な5つの M、 本の中で語られていることなんですけど、これぜひ教えていただけますか。はい、わかりました。もう本当にこの本の軸となるというか、構成で使わせていただいた5つの M なんですけども、この5つの M はですね、もともとは病院でのですね、若い医師だとか、あるいは医学生さんだとか、そういった方の教育に主に使われている標語でして、それぞれの言葉の頭文字を取ったものなんですね。で、本来はその病院で医療者同士のコミュニケーションの中に使われているんですけども、この5つの M はもしかすると老化予防の方法について、その一般の方にお伝えするのにもすごく使える指標になるんじゃないかなと思って、まあ、今回の本で活用させていただいたっていうような背景があるんですね。で、一つずつこれからご紹介していきたいなと思うんですけども、まず一つ目の M がですね、モビリティという言葉が書いてあるかなと思いますね。これちょっとちっちゃいんですけれども、一つ目のモビリティが、まあ、可動性なんていうような言葉、まあ、直訳ができますけれども、何は体の機能、体の動きのことを言っていますね。体が大事っていうのは、まあ、もう皆さんすぐにご理解いただけると思うんですけども、体の機能を見ましょうっていうところが一つ目ですね。
2つ目が、まあ、マインドですね。このことはもう、まあ、直訳をすると、まあ、心とか気持ちとか、あるいは認知機能、まあ、こういったところを指している言葉でして、体だけではなくて心の側面とか脳の働き方とか、まあ、そういったところもしっかり見ましょうねというのが2つ目の M ですね。3つ目がメディケーションズという言葉で、これは薬という意味ですね。まあ、年を重ねるとともに持病が増えてお薬飲まれている方というのも増えてきます。でこちらにですね、小さな文字でポリファーマシーと書いてありますけれども、このポリファーマシーというのは一人の方が多くの種類の薬を飲まなきゃいけない状態っていうのを指していまして、でこれが問題になることもあるんですね。薬をたくさん飲んでいるので、その副作用によって体調を崩してしまうなんていうようなことが起こって、実際にこれが高齢な方で問題になることもあります。この薬について適切な薬を飲むということを考えるのがこの3つ目の M です。4つ目がマルチコンプレクシティという、まあ、英語が書いてありますけど、これは複雑性とかですね、その多様な病気を抱えた様を指しています。先ほどもお話ししましたけれども、お年とともに持病が増えていって、1つだけじゃなくて2つ3つと抱えていることもありますので、そういった多様な病気を持つ中でどうやってそれと付き合っていくのかとかですね、あるいはその病気の結果として社会的なニーズが多様化するんですね。例えば介護が必要ですとかですね、車椅子が必要です、まあ、そんなような状況をしっかり見ましょうねというのがこの4つ目の M ですね。で最後が Matters most to me と書いてありますけども、これは私にとって最も大切なことというところですね。なんかちょっと科学と離れたなと思われるかもしれないんですけども、これが医療の世界でも非常に大事なところですね。結局治療を最終的に決めるのはご本人だし、ご本人の大切にしていることであって、価値観であったり生きがいだったりするわけなんですよね。なのでこの要素を絶対に外せないところなんですけども、自分にとって何が大切か、人生の優先順位を考えるというのがこの5つ目の M ですね。いや、最後の Matters most to me は本当になんかこう響きますよね。本の感想をいろいろ書いてくださってたりすることを読んでもですね、ここに特に響いたっていう方がたくさんいらっしゃって、いや結局治療法、何か病気になって治療法を決めるにしても、そもそも病院行くかどうか、治療するかどうかにしても、ここ結構重要になってきますよね。そうですね。もちろん自宅で治療を受けたい方もいれば、病院に入った方が安心で病院で治療を受けたい方もいらっしゃるかもしれませんし、本当に人それぞれでこういったことを希望したいなっていうことって違うと思うんですよね。この要素って非常に大切なところですよね。いや、そうですよね。そもそもこうなんか長生きしたいのかとか、まあ、なんかこう健康に悪いけどこれはどうしてもやりたいみたいなことって、まあ生きがいとかと関係しますもんね。そうですね。本当に人それぞれ違うんだっていうことをしっかり理解しておくっていうのは医療者も大切なところですよね。でもなんかこう一つ難しいなと思うのは、働き盛りの方なんかはどうしてもこう健康とか後回しにして、熱心に仕事してしまうとか、あるいは家庭のことにしてもこう熱心にしすぎてしまうとか、睡眠不足をするとかってことあると思うんですけど、その辺はどう考えたらいいんですかね。そうですね。もちろんそれが本当にご本人にとって大切にしなければいけないことであれば、それを止めるというものではないんですけれども、ただもう一つその忘れないでいただきたいのは、その若い頃に体調が悪くないなと感じていても、実際には病気とか老化って少しずつ進んでいて、そして症状が出た時にはもう遅かったなんていうような病気が結構あるっていうことですね。で症状を感じる前に未然に何かアクションを起こしておけば防げたにもかかわらず、症状が出た時に体調が悪いって病院に行ってみると、もうこれは症状が出ちゃった時点では遅いんですと、これはもう治せないんですっていうようなことが本当にたくさんあるんですね。でそういったことを後悔されるというようなシーンをたくさん見てきたので、まあ、だからこそこの本を書いたっていうところがあるんですけれども、体調がいい、まあ、体調が悪くないと感じているからといってあまり過信しないでいただきたいなというのは、まあ、今日伝えたいメッセージの一つかなと思いますね。なるほどね。ちょっと難しいところですね。でもやっぱりこう自分の健康のことと、まあ、生きがいのことと両方ともしっかり考えていきたいですよね。
そうですね。この後ですね、事前にその伺っている100個ぐらいの質問があるんで、できるだけその質問に答えていきたいと思うんですけれども、今ご覧いただいている皆さんもチャットに書いていただければ、この場かもしくは追って、ポッドキャストの医者のいらないラジオの方で回答を必ずしていきたいと思いますので、ぜひ何かあれば書き込んでいただければと思います。ではちょっと質問の方にちょっと行きましょうか。はい、いくつか、いくつか特に取り上げたいなと思ったんですけれども、はい、これですよ、一番多かった質問、はい、何だと思いますか。何ですかね、ちょっとやややらせみたいなんですけども、すでに一番多かった質問は見てしまったんですけども。ですよね、はい、でもこれね、多分どこで聞いても一番多いと思うんですよ、はい、認知症に関してです、はい、大きくは2つありまして、認知症って治るんですかと、治るケースがあるんですかと、でもう一個は予防法を教えてくださいという質問が来てます。これすごく多かったですね。なるほど、治るケースがあるかというお話はとっても大事なところなんですけども、認知症っていう言葉はですね、決して最終診断ではないんですね。認知症を、来たすような症状があるという状況だけを指していて、実際根本的にまずそれを起こしている原因は何かっていうのを考えるのがとても大事です。でその中でも最も多い原因がアルツハイマー病という病気なんですけども、この病気は残念ながら今のところは治すことが難しい病気です。一方でですね、認知症でも原因によっては治る認知症があるというのも事実なんですね。実際に例えばいくつかのビタミンが足りないという状態でも認知症になったり、あるいは甲状腺機能低下症なんて言われるホルモンの異常でも認知症になったりするんですね。こういった場合には、例えばビタミンが足りない場合、そのビタミンを補ってあげれば認知症は治りますし、あるいはその甲状腺ホルモンが足りないという場合、甲状腺ホルモンを薬で補ってあげれば治るということになりますので、確かに治る認知症はあります。なのでまず認知症と言われたときに、すぐにそれが治らない病気だと決めつけないで、原因は何なのかということを考えるというプロセスがとても大事で、私たち医師が常日頃やっていることなんですよね。なるほど、原因ですよね。そうですね、原因がわからない認知症というのもあるわけですか。そうですね、最終的に原因を特定するのが難しい認知症というのもあります。特に最も多いそのこのアルツハイマー病ですね。でこれを診断するのが比較的難しいという場合もあるので、その場合には他の病気の可能性が極めて低いので、アルツハイマー病の可能性が高いですねなんていうような形で診断するというシーンもありますよね。原因によるという話かもしれないんですけど、予防するにはできることってあるんですか。そうですね、でこれもまさにおっしゃった通りで、認知症ってい こう広い言葉を使うと、それを予防するとなるとやっぱり原因によるっていうことになるんですけども、原因として多いのがアルツハイマー病と、それから脳血管性認知症なんて言ったりしますけども、脳梗塞に関連したような認知症ですね。でこれが2つ多い原因なので、これの予防を何かできるかなと考えた時に、一つ脳梗塞に関連したものですね。こちらは脳梗塞の予防がすなわち認知症の予防ということになるので、つまりは血管に動脈硬化という変化をあまり起こさないというのが予防法につながってきます。それがいわゆる健康な食生活だったり、運動習慣だったり、あるいは高血圧の治療だったりというようなことが直結するので、結局はその生活習慣の改善というところがこの脳血管性認知症を予防することにつながると。で一方でこのアルツハイマー病に関しては、実はまだ原因の根っこのところっていうのははっきりとは分かってないんですね。で原因がはっきり分からないと予防もよく分からないということになりまして、このアルツハイマー病に関してはこれだけのお話をすると、これをやればアルツハイマー病予防できますよみたいなことっていうのは実はまだはっきりとは分かってないんですね。ただいくつか関連がありそうかなということで、やはり運動だとか睡眠だとかの話を少し挙げたんですけども、はっきりとはまだつかめてはいないんですよね。逆に言うとあれですか、じゃあこれさえ飲めばボケないとか、これさえ運動しとけば
認知症にならないみたいなことを言い切ってるとすれば、それは怪しいってことですか？そうですね、甘い言葉でビジネスにつながるケースも多いんですけれども、シンプルな言葉こそ少し一歩引いて立ち止まった方がいいですよね。なるほど、ありがとうございます。そして皆さん、質問もありがとうございます。早速ですね、これ読んでくださった方からの質問だと思うんですけど、147ページに睡眠グラフ、睡眠時間のグラフがあって、認知症の発生率とのグラフでしたかね。その睡眠時間と関係がある認知症というのはアルツハイマーでしょうかという質問が来てます。なるほど、これはですね、原因は特定していなかったと思いますね。ただ原因を特定していないということは、6割方はアルツハイマーだったと思うので、過半数はアルツハイマーだったとは思うんですけれども、これは原因は特定していないですね。でこの背景としては、おそらくなんですけれども、睡眠中にこそそのアルツハイマーの原因の一端を担っていると考えられているアミロイド β というものがあるんですけれども、このアミロイド β がそのクリアになっていくというか、減っていく変化が睡眠中の方が見られているんじゃないかっていうような背景もあって、睡眠がアルツハイマー病のその予防につながるんじゃないかっていうような仮説を立てている研究者もいるんですね。なのでこういった背景でですね、睡眠が予防につながるんじゃないかということを実際に検証しようとしてやられた研究が、ここでご紹介したものなんですけども、まだはっきりとは因果関係まで分かっていないんですけども、少なくとも睡眠時間と関連してそうだよね、なんていうようなことはこの研究から見て取れるところですよね。今お話に出た因果関係というのは、はい、相関関係とはちょっと違うってことですよね。そうですね、因果関係というのは何かをやれば何かになります。例えば7時間寝ればアルツハイマー病になりにくいですという、そういう、こう原因と結果の関係がはっきり分かっているということですね。でここで言われていることは、じゃあその原因と結果の関係ではないかもしれないけど、たくさん寝てる人はどうやら認知症の発生率が低いと、それは言えそうだってことですか？そうですね、7時間寝てる人と5時間寝てる人を比べると、7時間寝てる人の方がそのアルツハイマー病含めた認知症の発症している確率が低かったと。ただその間に何かあるかもしれないっていうことはちょっと引っかかるところですし、実際にそこまで明らかになっているわけではないと。そうですね、ありがとうございます。質問に関してはだからアルツハイマーにはちょっと特定した話ではありませんということですね。あとですね、いただいた質問で非常に多いのは、途中でありました健康寿命といわゆる寿命ですね。でこの健康寿命をいかに伸ばしたいか、いかに伸ばせるか、自立した状態で生きるってことを伸ばしたいんだけどどうすればいいのかと、定年後の暮らしで気をつけることありますかって、具体的にこう定年後って言ってくださってますが、どうですか？はいはいはい、そうですね、これもそのやっぱり一つこれをやればいいというものではないので、まず一つなんかそれもですね、よく書籍なんかでもこのサプリを飲めばとかですね、この体操をやればみたいなことが書いてあったりするんですけども、これはちょっと注意が必要ですね。なのでいろんなアプローチが必要です。で実際に例えば一つ何か挙げてくださいといえば、運動習慣ですかね。でこの運動はその全くやってらっしゃらない方はですね、例えば平日忙しくてどうしてもなかなかできないという場合に、週末だけでもいいんですね。でこう週末だけやる人と全くやらない人で比べると、週末だけの人でも十分メリットが見られるんですよね。なのでまず0から1にするっていうような工夫をしていただくっていうのは大事で、もし一つ変えられるとしたら、まず運動習慣をもう週末だけでもいいので確立するっていうのは一ついい工夫かなと思いますね。何か一つでもできてればいいんですね。そうですね。で例えばすでに、寝たきりっていうと極端かもしれませんけど、あまり外出ができないとか何かしら不自由な状況になっているという場合にも何かできることってありますか？そうですね、運動というお話で言えば、座りながらとか寝ながらできることっていうのもありますよね。それぞれできることがあると思うので、そういったことをしていただくとかですね、本当に運動ができない状況っていうのもあると思うんですけども、例えば重たい病気を発症されていて安静が必要だとかですね、そういった時にはおそらく医師からの指示も出ていると思うので、医師の指示に従っていただきたいなと思うんですけども、そういう事情がなければですね、少しずつ取り入れていく工夫っていうのはできるのかなと思いますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ他の質問も行ってみますね。さっきはどうすればいいですかって質問が来てましたけど、はい、こんなのも来てます。健康のためにやってはいけないことはありますか？
やってはいけないことですね。絶対にやってはいけないことっていうのは、まあ、もちろん皆さんが想像されているようなものが多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、やらない方がいいことっていう意味で、まあ、ここでご紹介したことの一つは、まあ、喫煙ですかね。この喫煙はですね、まあ、本当によく喫煙イコール肺みたいにつなげられるんですけども、喫煙イコール、まあ、血管の老化なんですよね。で、血管の老化っていうのは本当に全身の病気を引き起こすので、ひいては心臓とかですね、肺だけではなくて脳の病気ですとか腎臓の病気、さまざまな病気にこのタバコっていうのはつながります。見た目で分かりやすいところでも、例えば皮膚の老化を加速するっていうのもよく知られていまして、タバコ吸ってる方の方がですね、皮膚のシワが出やすかったり、皮膚のこう老化が早いっていうこともよく知られてますので、まあ例えば一つ避けた方がいいですよっていうことを挙げるとすれば、まずタバコっていうのは挙げられますかね。一方であれですよね、生きがいの部分でタバコの農家の方のお話なんかも触れられてましたよね。はい、そうですね。これが私の生活そのものだっていうような方もいらっしゃって、まあ、それでしかもリスクも理解されている状況で、じゃあ実際その方にその日初めてお会いして禁煙指導できますかと言われると、それは私は個人としてできなかったっていうようなお話を書いたんですけど、まあ、もちろん医師としてはそのご本人の健康を支えたいし、あるいは健康を増進したいという思いがあるので、そういった意味ではもちろん禁煙できる可能性があるかっていうお話は差し上げると思いますけどね。ね、マインド、5つの M の中のマインドにも関わると思うんですけど、例えばトライアスロンするとか、極端なこう、まあ、極端っていうんですかね、すごくこうアスリートレベルで運動するのも必ずしも健康にいいとは言えないですよね。そうですね、まあ、これも因果関係までははっきりしないんですけども、その運動の量と健康リスクっていうのを見ていくとですね、実は運動ってすればするほど健康リスクが下がるっていうような関係性が見えるんですけれど、あんまり過剰になるとですね、ちょっと健康リスクを増やすんじゃないかっていうような懸念させるようなデータっていうのも実は複数あるんですよね。なのでやっぱり何事も物事はバランスだなと思うんですけれども、この本でご紹介したグラフなんかもあるんですけれど、まあよく言われるのは週3回50分ウォーキングなんていうようなのが、まあ、一般的な学会なんかで推奨されるような量なんですけれども、例えば毎日ウォーキングでもいいと思うんですけど、例えば毎日3時間ランニングしてますみたいなのはちょっと過剰になる可能性があるなんていうようなことも知られていますよね。でも一方でその毎日ランニングすることがもう生きがいなんだと、あるいはマラソンに出ることがすごく楽しみなんだみたいな時はどうですか？そうですね、本当にプロフェッショナルなスポーツをやってらっしゃる方ですよね。それはやっぱりもうそれがその方の人生なので、まあ、健康リスクばっかり考えててもしょうがないというところもありますよね。やっぱりその時間が大切なんだっていう方にとってはそれを大切にしていただきたいなと思いますし、そこはやっぱり個々人レベルでのバランスですよね。まあ、そう考えると確かにこの5つの M をなんとなくこう行ったり来たりしながら考えていくと、老後あるいは自分の健康について考えやすいのかもしれないですね。そうですね、年齢っていう一つの物差しではなくて、いくつかの物差しを持ちながら考えていただきたいなというのがもう本当にこの本の全てですね。あ、なるほどなるほど。75歳だからどうとか60歳になったからどうとか、そういう考えはやめた方がいいんじゃないかってことですか？それは本当におっしゃる通りです。ところでじゃあ先生、山田先生自体のご自身はこうどういう最高の老後を迎えようとしてるんですか？これはもうとてもいい質問ですね。本当に私は目の前の一日一日を必死に生きるというような感じで、そこまではイメージできてないんですけども、私にとって最も大切なことは、まあ、病院で本当に医師として仕事をして、その目の前の病める患者さんを助けるっていうことだったり、あるいはそもそも医学を勉強するっていうことが本当に私にとって最も大切にしていることなので、まあ本当に最後までそれをやり遂げたいなと思いますね。そうするとというか、今高齢者にたくさん会われる医療をしていて、患者さんとか、もしかしたら患者さんじゃないかもしれませんけど、素敵な年の取り方をされている方とか、生きがいを持ってこう病気なく生きている方とか、なんか具体的な事例があったら教えていただけませんか？
そうですね、私にも大切な患者さんたくさんいらっしゃいますけども、例えば私 あのニューヨークでもですね、いくつものそういった出会いもありまして、例えば90代の方で大学で未だに学生さんに授業をしてらっしゃるという方もいらしてですね、その方はもう診療に来られると毎回授業の準備が忙しいのよなんていうようなお話をしていただけるんですけども、その方に実際90歳になられて授業もされて、で認知機能なんかも全く問題がないんですけど、何か秘訣ってあるんですかと伺うと、まあその方初めはですね、何にもないわよと冗談そうにおっしゃっていたんですけども、その後にその方がおっしゃっていたのは、やっぱり好きなことがあるっていうことですよねっていうようなことを教えてくれて、やっぱりその方にとっても生きがいがある、好きなものがある、夢中になれるものがあるっていうことが、まあ、一つ自分の中でこうなんていうんですかね、自分の支えになってるなんていうようなことを教えてくれましたよね。いや、生きがいって本当そうですよね。この本も英語でサクセスフルエイジングって書いてありますけれども、まあ、サクセスフルエイジングの一つのコツみたいなことなんですかね。そうですよね。その生きがい自体が健康にもたらす影響っていうのもあるんでしょうね。はい、ありがとうございます。それでチャットの方にも質問いただいて、さっき運動習慣0より1という話がありましたけど、この運動習慣の中に家事労働、掃除とか洗濯ですね、こういうのを含めていいですかということなんですけど。そうですね、ぜひ含めていただいていいと思いますし、そうするとなんか掃除とか洗濯もより楽しくなりますよね。いいですよね、はい、健康にもつながってるんだなと思えれば、よりやりがいも出てくるんじゃないかなと思います ね。ご質問ありがとうございます。他の質問もですね、ポッドキャストとボイシーで配信している医者のいらないラジオの中で山田先生に回答していただこうと思いますので、取り上げられなかった質問の方には申し訳ないですが、ぜひそちらを注目してみてください。では最後の質問にちょっと行きたいと思います。はい、はい、父親が病院嫌いで頑固です。運動もしないし健康診断にも行きません。この本最高の老後を勧めていますが、手に取る様子もありません。どうしたらよいでしょうかと、こういう質問なんですけど。残念ですね、やっぱり必死に書いた本が手にも取ってもらえないとなるとお手上げかもしれないんですけれども、まあその頑固な性格もあるということなんですけれども、ただここで引っかかるのは、お父様がその病院嫌いだとか検診にも行かないということをおっしゃってるんですけども、まずなんで病院が嫌いになったのかとかですね、なんで検診に行きたくないのかっていうのを知りたいですね。検診に行きたくないのか、それとも行きたくないわけじゃないけどただ面倒だから行かないのか、それによってアプローチも変わってくる可能性がありますよね。なのでしっかりコミュニケーションをとって対話の時間を持ってもらうっていうのがまず第一歩かなとは思いますけどね。これやっぱり健康診断には行ってもらった方がいいんですか？そうですね、特にどのぐらいのご年齢の方かは分かりませんけれども、場合によってはがん検診なんかが必要になってくる場合もあると思いますし、症状や体調には問題がなくてもがんは少しずつ育ち始めていて、で見つかった時には遅いなんていうようなこともあったりするんですけども、検診をすることで早く見つけて、早く見つかったので治療ができてうまく治りましたなんていうようなケースもありますので、そういった場合には検診もかなり有効ですよね。でも結構それこそまあ年齢とかその人の状態によって違うと思うんですけど、健康診断で怪しいものが見つかった時に治療するかとか、まあ何だったら手術するかとか、そこ難しいですよね。そうですね、見つかった後にどう治療していくかっていうところは、それこそ先ほどお話出てきましたけど、マターズモストトゥーミーにかかるところですよね。なのでそういうところで人生の優先順位が頭の中で分かっているっていうことはとても強みになりますよね。自分がどういう、こうそれこそまあ老後生き方をしたいかというのを、まあ、考えておくと良いということですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。質問してくださった皆さんもどうもありがとうございました。山田先生どうですか、今日最後にですねちょっとまとめて、今日の講演をまとめてですね、この本をどういう気持ちで書いたのか、まあ、そしてどんなことを伝えたいのかというのをちょっと一言まとめてお願いできますか。はい、なかなか一言でまとめるって難しいですけれども、まあ、普段その病院で診療している中で目の前の一人一人の患者さんを自分の手でなんとか支えるということはできるんですけど、やっぱりそれには限界があって、病院の
外にいらっしゃる方ですね、こういった方とは直接的に病院ではコミュニケーションを取ることができないんですけども、でもやっぱりそういう方たちにもちゃんと正しい健康情報を届けて、その方たちが悔いなくですね健やかに生きる何か手助けができないかなというような思いがありましたし、まあ、しかも私は普段こうアメリカのニューヨークで働いているので、なかなか直接とこの日本人の方に手助けをするということができないでいるんですよね。でそういった思いもあってですね、日本の方にも何とか自分が学んできたこととか身につけたスキルを活かせないかなと思った時に、まあ、この本という形で情報を届けるというのも、まあ、少しでも何か役に立てて、どこかでこれを手に取った方が何か気づきがあって学びがあって、それをもとにこう健康につながったなんていうようなことが一つでも起こればいいなと思ってまあ書いたので、まあ本当に全部が全部丁寧に読んでいただく必要はないんですけども、パラパラって読んで気になったところをですねメモしていただいたりして、何か少しでもこう健康につながるようなことを見つけていただけたら本当に嬉しいなというふうに思っていますし、あのご本人だけじゃなくて例えばご家族に勧めていただいたりですとか、ご友人の方に勧めていただいただいたり、あのしていただけたら本当に嬉しいなと思います。そうですね、いやあの私もこれ本を読ませていただいて、やっぱ最高の老後ってもう最高の人生だなと思って、終わり良ければ全て良しという言葉もありますけど、どういう形で自分の人生をこう最終的に自分の人生にしていくか、どういうふうにこう幕を引くかみたいなことってすごく大事だなと思いました。あのぜひ皆さんの感想も山田由里先生全部ご覧になってますんで、SNS で発信していただくのもいいですし、ハッシュタグ最高の老後なんかをつけてねやっていただければ全部見れますし ね、 そうですね、はいはい、ぜひツイッターでもつぶやいていただけたら嬉しいですね。あるいはあのネットのレビューとかにも書いていただいたら、それも全部拝見していますので、あのぜひお声を聞かせてください。それがあの山田由里先生の情報発信のあのね、あのこうエンジンにも逆にガソリンかエンジンじゃないですねガソリンにもなると思いますのでぜひ教えていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。山田由里先生もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんあの今日はここまでというふうにしたいと思います。またあの別の場所でお会いしたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあ失礼します。